渡りください。The train bound for Sanomiya Harajuku Line will soon arrive at track number one. Please stand behind the yellow textured lines for safety.めっちゃアンパンマン乗っとるんや。ってことはね、ハーフランドまで出ちゃいましたよ。ダメじゃんっていう話なんですけど、いやもうね、別に今日はねそんなに歩く企画にするつもりもなかったんで、ってことでね、ハーフランドから、ちなみに神戸駅はねどんな風なのかね、めっちゃすぐらしいんやけど、神戸駅、もう地下でも行けるのか、地下でもそのまま繋がってるのか、ということでね、これは神戸駅から乗ったら、ね、ダメじゃねえかというね、さっき言ってたじゃねえかってところなんですけど、一応ね正規のやり方はあるのはあるんで、それをやっていこうと思います。まあ簡単に言うと、今からまた兵庫駅まで一駅戻ると、普通に切符買ってね、上ででも面白そうだけどな。歴史のやっぱ、ま、神戸の代表駅になってますもんね。高速神戸市バスターミナルとかもっちないや。JR はこっち。広っ。おお。さすが神戸。でかいっすね。へえ。すげえ。マクドもある。KYK もある。KYK あると西に来たかな。あるな。別に四日市にもあるけど。JR はこっちなんだ。なるほどな。神戸新聞の。もちろん、この、アンパンメイミュージックだった。なるほどな。ヒーロー。JR 神戸駅はここからこうやって登っていったらいいんだ。はい、はい、はい。乗ってきました。すいません、登るところはね、カメラがね。まあ、じゃあね。さあ、エレベーター、エスカレーター登ってきましたけど、すごいね。こんな感じで、水がちゃんとあれになってるんですね。でしょ。ただ普通に流してるだけじゃなくて、なんかね、すごくおしゃれなデザインになってましたよ。網目状って言ったのかな？ね。単純にドカドカーって流すんじゃなくて、すごくデザインが。最大水が流れるところと、だんだんで流れるところがなんかうまいこと組み合わせて作ってあって、だから音もね、ジャバジャバジャバって音と、サラサラサラという、水の音がね、面白いぐらいのコントラストを作るね。うまいね。おしゃれな街だね。神戸ところきゃもあるよ。まあ、四日市でも食べれるけど。とはいえね、四日市もね、駅前ですからね。で、芝スターミナルとかは、これまた下ってたらいいんだ。あ、ちょっと雨当たってきたね。よし。あ、山の手の方に行ったらいいのね。ゆっくりね。で、違う。ゆっくりすぎるタイミングが、よっしゃ。で、こっち抜けたら今度、あ、兵庫駅の駅前ってあるんかな、そういえば。別に一駅だけあれするんだったら、何もね、JR も使わなくてもいいんだよ。ここ、施設でもいいんだよな。いけそうな、ちょっと使ってみてえな。あるね。大会劇？
池袋は北池くらいで、そこからちょっと、100メートルくらい歩いたら、まだ JR に乗れるね。いいんじゃないこれ。あ、いいんじゃないこれ。牛乳。高級牛。高級牛ではないのか。あ、いや、俺も神戸牛って言ってるな。ピックで、美味しそう。あ、デリカ専門店なの。美味しそう。煮切り専門店。そうだ、ラーメン屋さん。いいですね。ここの木だし、ちょっと中。中華街までは行かずとも、ちょっと中華が吹いてくるするな。そういや、神戸来てんだもんな。てこれ、あ、でもそれこそ大門の方に出たらあるかな。これか、高速神戸駅。なんだ、この辺りは、私鉄の乗り入れとかの仕方がすげえんだよな。阪急、阪神、山陽、神戸。で、阪神は阪神、このまま近鉄。ここから行きねえか。あ、尼崎乗り換えか。花丸うどんもあるし。ほうほうほう。食パン屋さん、へぇー。神戸パンがあって。キラキラしとこう。ご希望のボタンに触れてください。IC カードを IC トレーン。ご希望のボタンに触れてください。ご希望のボタンに。はい。ご希望のボタンに触れてください。どういうところに出てくるんだろう。そうですね、この本当にないけど10円からチャージできるんですね。初めて見た。500円から500円っていうのは見たことあるけど、へー、せっかくなにチラッと10円かかってで、どっちたいんだこれ。難波方面じゃねえよな。阪神、これ阪神の発車時刻表で、ここ阪急の実車時刻表で、これもっとわかんねえ。マジでわかんねえや。展示案内板がございます。路線、あった、路線図こういう感じね。ここは神戸高速線なんだ。で、大海には大海に行くには姫路の方面やな。山陽電鉄の方面に向かってたんやな。そうそう、この複雑さよ。だから、とりあえずここは入っていいんだよね。で、4番のこの山陽線の方面、新海地じゃ、あ、山陽姫路行くやつがある。これでいいのか。急だとあれ止まんねえよな。この人間は複雑なのね。どうなってんだ。この駅は壁。中野世間殺しね。この電車は三連駅まで行くんで行く。馬浦公園、福江県って。これは、神戸駅ですよ。これ乗っていいのか。
あ、確かこっちはあれだよね。特急、別に特急料金いらねえんだよな。だよね。特急料金いるなら各国ね。近鉄みたいに。いいんだよね。かっこいいけど、これに乗って大門行けるんかな？なんだ、なんだ、もう。あらゆる行き先のいろんなものが、ちょこちょこやってくるわ。なかなか草密に来るね。阪急電車、ね、阪急が来てるなと思ったら、隣に阪神の電車をやってくるし。これ、大阪梅田駅って両方になってるから、多分これ、阪神のは、阪神の梅田駅に行くんだよね。やはり阪急の、阪急のでっけえ梅田駅の方に行くのか。え、ロッチなんだいって言ってたら、こっちは今度また阪神のラビとかやってくるし、うわぁ。これ乗っちゃっていいみたいね。特急ってなってるけど、いいみたいね。へぇ。やっぱね、近鉄沿線にね、特急って書かれると、一瞬乗るの一色しちゃうんだよ。いい、これでいいみたいだ。よし。